さあ前回夜で5匹死んじゃって、まあちょっと自分でもびっくりしてるんだけど、まああのピクミンの死によって俺のピクミンセンサーがビンビンになったからもう大丈夫でしょう。開発ラボだって。さて改めて挨拶しておこうか。我こそはこのレスキュー隊の頭脳ラッセルだ。お主の持ち込み資材と我が用意した部材で探索に役立つ装備やアイテムを作ってみせよう。開発する。装備って何？我の発明は常にパーフェクトな完成度を誇る。しかしそれも日々作り続けているからこそだ。資材を我に渡し装備を作らせよう。我が飽きるまで科学技術の発展に貢献するがいい。なんでこいつこのビジュアルで魔王系なん？口癖。なおたまに部材が尽きることがあるが、その際は翌日まで開発はできん。了承せよ。なるほど。突撃笛。選んだピクミンを X で突撃させる笛だ。連打すれば全隊列を一斉に向かわせられよう。これ過去作にもあった機能だ。まさかの装備なんだ今作は。サーモ回路。体温を強制的に一定に保たせる体温調節器だ。絶対0度の極寒でも決して凍りつくことはない。あーまあこれ人間だけか。じゃあいらねえな。サーモ回路。寒さに強い。あーこれはオッチン用ってことか。なるほど。アイテム、やみつきボーン。オッチンが傷ついてもこれで元気いっぱいだ。満腹時に与えればライフアップも期待できよう。緊急キット。隊員をダウンの危機から守る救命道具だ。ライフの減少感知自動的に回復してやろう。まあここら辺はさ、だって俺ピクミン死なせないでやってるんだよ。俺がダメージもらうわけないじゃん。これはなんだ？レスキュー訓練。よくぞ来た。未知の星での探索は困難がつきまとう。私がオッチンにスキルを習得させてやろう。やる気に満ちているオッチンと君ならやってのけると信じているぞ。さあ準備はいいか？レスキュー訓練を始めるとしよう。なんかこういうスキルツリー的な感じなんだね。それではこれからレスキュー訓練を始める。道のりは長く険しいが君たちなら大丈夫だ。パス。こんなにある。これはタイに代々受け継がれてきたレスキュー犬の訓練過程だ。オッチンのやる気があれば訓練に対スキルを習得できるだろう。どのスキルから習得するかは君たちのレスキュープラン次第だ。あーなーるほどねー。ゲット。はいはいはい。怪力ピクミン5匹分になる。噛みつき。攻撃が鋭くなる。突進。力止めを少し短くする。回復は回復か。お願い。相棒を拠点へ向かわせたり遠くから呼び寄せる。あーこれはちょっと取ってみようか。なんかなんだかんだ他のはテクニックでどうにでもなるけど、お願いだけね、取らないとどうにでもなんね。了解。ん？やみつきボーンもらえた。ソファー。今後訓練完了のためにやみつきボーンを渡すからご褒美としてオッチンに与えてやってくれ。これ何が起きるんだろう。そういえばアイテムの使い方ってまだ教えていませんでしたよね。カバンか。オッケー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 。でかいやみつきボーン。さあオッチン褒美だ。食え。ああ回復しちゃった。さあそしたら前回の探索の続きをやっていくんだけど、怖すぎる。怖いよ。ただ突進。突進じゃないわ、オッチン。お前の力を見せてみろ。おれあれ、原生生物が動き回ったりするとロックオンが外れやすいですよね。そんな時のためにしっかりと狙いをつける心得があるんです。ZR でロックオンを固定すればずっと一つの対象を狙い続けられる。あーこれは必須だね。ただコーリー必要ねえよ。俺たちにはオッチンがいるだろ。さあ行けオッチン。強っ。全然もう全く手こずらないんだけど。出荷です。5匹増えたね。うわ出た。これは電気があるから黄色ピクミンじゃないと壊せないよってやつだね。
ん？これ届かないよね。キーピクミンは高く飛ぶだから、これもキーピクミンいなきゃダメなんだ。ちょっとキーピクミンくれよ。あれ？ガーリックがあるけど、これも届かねえ。あ、オッチンがジャンプできるようになったから取れるぞこれ。イチゴだ。あとこれ、あ、開いたわ。これじゃない？キーピクミン70円か。手分けファクトリー、床が動いている、先へ進む方法をあれこれ模索するものの、私だけではどうにもならないようだ。相棒のモスと協力することでどうにかここから脱出できないだろうか。なるほど、宇宙犬ギミックなのか。赤ピクミン30匹で行っちゃった。氷ピクミン連れていかなくて大丈夫かな。え？なんの？大変です。オッチンがはぐれてしまいました。隊長、こんな時どうすれば？いいかよしたま、オッチンと協力して合流するんだ。オッチンに切り替えてくれ。あ、俺が操作するってこと、まさか。なるほど。はい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 。あ、スケボーがあるわ。え？おい、ちょっと待って。あの、当たり前のようにさ、食って運ぶのやめて。壊せる？これ。あ、壊せるわ。でもこれ、壊す必要はないな。ってなってくるとこっちが、キーピクミン1が、これか。コンベアの向きが変わった。はい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 。釣っても？あ、突進ならコンベアすらものともしない。なるほどなるほど。これ、いや一旦そっち行ってもしょうがねえか。あれ、これどうしよう。押してこれで一旦また切り替えるのか。でベルトコンベアの向きがああなったから行けるようになりました。でまた切り替えてベルトコンベアの向き変えて行くってことだ。よっしゃ、キーピクミンゲットだ。これでいろんなものできるよ。キーピクミン、え、めっちゃバチバチしてる。これは新種のピクミン。オリマーさんの日誌に載ってないか調べてみます。キーピクミン、大きな耳のようなものがある黄色いピクミンをキーピクミンと呼ぶことにする。ミーピクミンではどうにもしっくりこないのだ。彼らは電気に強く、投げると高く飛ぶ。そして穴掘りが得意だ。え、穴掘りが得意とかあったんだ。あれ、電気に強いなんてどういう体をしているんでしょうか。でもこの特徴は役に立ちそうです。数が少ないうちは大事にしてくださいね。さあ、俺の腕となり足となれ。あれもお宝だ。ピースだね。みんなが出てこい。あ、出たね。あ、でもこれあれか。あ、危ねえ、落とすとこだった。あれ、これお前らいける？あー、やっぱいけないよね。ピクミンが先に進めず困ってるみたいです。なんとかしてあげないと。はいはい、先に行けないとこうやってうろちょろしちゃうんだ。お前らうろたえるな。情けない。精鋭部隊がこれぐらいのことで値を上げるんじゃない。ん？ 50 ポイント60ポイントか。そして届かなかったこのスケボー、キーピクミンなら届くと。なるほど、80ポイント。え、これって第2層があるってことだ。ついに1回だけじゃない。なんかボスとか出てくれんのか。ボスまだ大物に出会えてないよな。
さあ次もオッチンと切り替え系か。え、めっちゃ広っ。あ、遭難者いるって。そして、待って、あー、すごい。こいつは3つも起きてる。死んじゃった。ねえ、これめっちゃ高そうじゃない？300ポイントは課題と見たね。お、普通にお宝出てきた。あれ、おるやん、キーピクミン。これ一旦抜くか。つうか、もう途中で帰れるルートいっぱいあるね。一回でもあったもんね、ああいう吹き抜けみたいなやつ。お前らそれ運べる？あ、帰るんじゃない。なるほど、そういう感じか。あ、じゃあさっきの1階にあったやつもなんか上とかに行けたのかな。やべ、帰るルートかと思って手出さなかったよ。スイッチ押す系、鉄の柵を下ろした。なるほど。ああ、こいつは高いからキーピクミンでしか手出せない系だ。つかほら、あれだな、一回降りなきゃいけないのか。で突撃で、こうやって吸わせればいいんだな。うん、あ、これか、脱出装置。今のっぽいね。これは10匹以上にはならないのか。オッケーオッケー。さあ来た。おい、15匹も必要だ。これはレアもんだね。お前らそれ丁重に運んでおけよ。で、なんかもう敵とか別にいなさそうだから、こいつは何、攻撃はしてこないのかな。本当に死ぬためだけにいるのかね。で、電気はキーピクミンで壊すと。え、もう一個でかいやつあるよ。ただ隊員がいるってことは何か湧いてきそうだから、これは全員に行こう。めちゃめちゃ硬っ。クソ硬えわこれ。さあ、こっから慎重に行こう。まず、キーピクミンが掘るの得意だったよな。だから7匹で掘らせて、でこっち見よう。なんか動いてんだよね。あ、中にキーピクミンがいたんだ。で、こいつもついでに運んであげてと。あ、もうあっちも持ってってるね。7分の7か。さっきの虫眼鏡ほど高くなそうだな。あ、でも110もあるよ。ビールン、これでまた一人隊員が揃いますね。早速 ID 情報を確認してみましょう。死んでる。全宇宙を渡り歩く特級お宝鑑定家、その類まれなる鑑定眼から彼を元にした鑑定 AI が作られたほど。あ、じゃあこいつが名前つけてんのかな。え、隊員じゃない、誰でしょうか。知らない人。いや怖いよ、知らない人乗ってたの。お宝の鑑定家のようですが、どうしてこの星にいるんでしょう。あ、わかった、オリマーと一緒にいたとかそういうこと。おそらくだが、オリマー氏の救難信号と一緒に送られてきた航海日誌、あれを見た人々がお宝を求めてこの星までやってきたのだろう。あ、なるほど、じゃあいっぱいいるんだ。そしてオリマー氏と同様に遭難してしまったというところか。え、おかしくない？ここさ、なんかおかしいよね。全員遭難しちゃうのおかしいじゃん。ただ間抜けなだけじゃないだろこれ。何かいるねこれ。この人だけだと思いたいが、もし他にも見つけたら救難してやらねばな。危険な状況に陥ってるかもしれん。よし、ミッション発行しておこう。吉田さん、オッチに頼んだぞ。これもコンプリート要素か。まあ、全てのお宝集める予定だから、その過程で見つかるだろう。さ、蹴るぞ。シュナウス、めっちゃかっこいいじゃん名前。
特急ギャラクシー博士の愛したルーペ、万が一ハンサム、あはは、なるほどね、白鳥になるかもしれないからってことか。ストリートトロッコ、記憶の1ピース、右上、左上もあるのか。これも高そうじゃない。え、あれキーピクミンじゃない。もうお前らそっち壊してねえでさ、これ取ってよ。あ、わかった、これあれか、オッチンで揺らすんだ。冴えてるやん、数年ぶりに冴えてるぞ。こんなに冴えてたこと数年なかったな。110円。あ、もうこんな時間か。 OK、 これはもう帰宅だね。犠牲者なし。今んとこの一番の大物は何なんだろう。お宝、やり気プラス1、一人助けたからか。ん、壊れたタイムマシーン、あ、ルーペが230ももらえてたんだ。で、日だまりの実、え、まだ 26% なの。めちゃめちゃ広いやんここ。あ、寝ろ。まさかオリマーさんの他にも遭難者がいるなんて。オリマー氏の救難信号は全宇宙へ向けて発信されていたのだ。全宇宙に向けてって、なんかすごいな、クソ迷惑なやつやん。未知の推しと聞いてやってきた物好きがいても不思議ではなかろう。ヘッドポン。でも我々はレスキュー隊ですから、遭難者は全員救助しなければいけませんね。うむ、いい心掛けだ。しかしこのまま救助した者が増え続けてはレスキューキャンプに人が溢れてしまうな。コリーよ、レスキューキャンプの開拓を進めてくれ。ルッペ。はい、コピー。そういう仕事も僕なんだよな。こいつこいつだけ重労働だな、ちょっとな。もう喉痛いからこういうことやらせないでほしい、いちいち。え、新しいの出てんじゃん、見回しドローン。探索で大事なのは周囲の状況を把握することだ。ドローンで空から存分に偵察するがいい。これはいい、これ必須じゃん、むしろ。そしてお宝センサー、近くのお宝と遭難者を感知するセンサーだ。闇雲に探しばる手間が省けというものよ。これも必須。ピクピク人参、食べるとしびれる当たりの人参を殲滅したゲーゼ生物の足止めやおとりに使うがいい。これも必須や。激苦で食用にならない当たりがある。マヒー、なるほど、食べさせれば食べさせるほどマヒーの時間が増える。シュナウザー、おめえ違法で稼ごうとするからそうなんだよ。その説は大変お世話になりました。全くお恥ずかしい限りです。珍しいお宝があると聞いてやってきたものの、まさか遭難してしまうと。おっと失礼、私鑑定家のシュナーズと申します。お宝の鑑定とそれを図鑑にまとめるのが趣味です。ああ、見るだけか。何やってんだよ。はい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 、詳しく見れるのかな。あ、お礼も見れるって、なるほど。とりあえず50種類以上か、多いな。あとさっき取れなかったこれだ。これでまたピクミンが10匹増えるのかな。てかオニオン欲しいよ、氷ピクミンと黄色ピクミンの。これ死んじゃったらどうすんだろう、増やせねえじゃん。バヒョー。ああやっぱそうだ、じゃああと5個ぐらいあんのかな。あと前回取れなかったこれね、これなんだろう、ピエロの鼻か。あ、ちげえわ、穴という穴がある。これけん玉だ。80ポイント。あは
良さげなやつあるじゃん。しかも穴という穴もあったね。これは12か。まあでも基本的にはやっぱ重さに比例する感じなのかね。お前らすごい軌道で運ぶやん。あれ？え？300？とんでもないレアモノだったんだけど。やりましたね、吉山さん、オッチン。これだけエネルギーが集まればシェパード号のレーダーをさらに復旧できますよ。ただちょっとまだまだ探索し足りねえぞ。なりきり探検隊シリーズコンプリート。あー、そういうあれなんだ、ジャンル分けされてんだ。さあ、お次はここだ。焼き起こし工房。急に足元が熱くなったと思ったら、なんと地面が燃えているではないか。焦っている私を尻目に、赤ピクミンは火に触れても平気な顔をしていた。攻撃が得意な他にこんな特徴もあったようだ。そう、赤ピクミンは火にも強いし、他のピクミンより攻撃力が 1.5 倍ぐらいあるっていうクソ強ピクミンなんだろ、これ実はな。初級ピクミンのくせに。これ赤ピクミン40匹でいいだろう。さあ行くぞ。いきなりいるじゃん。え、てかあいつ相手にはさ、もう無双なのかな、赤ピクミンって。だってこいつ火しか吐けないでしょ。結構雑に投げてもいいと思うんだよな。火焼かれるけど、火に強いってことは火ゼロダメージってことでしょ。全く問題ねえな。こいつには雑に投げていい。こうやって全部インプットすれば、そうすればピクミン死なねえから極論。電気ピクミン必要やん。買えるわ。あ、いる。あそこで電気ピクミンじゃねえわ、キーピクミンいる。なるほど、帰らなくてもいいよって感じなんだね。うわー、これは突進無理か。なるほどなるほど、オッケーオッケー。さすがにオッチンだけじゃ解決はできねえんだ。これ初めてじゃない？こんなのいたっけ。あの地べたを這いずり回ってるやつがあれなのかな、羽化するとこうなんのかな。で、これは黄色の絵の具だね。大したことねえな。あ、せんべいだ。クソ腹減る。で、キーピクミンもいますよと。で、キーピクミンにここを破壊させておいて、俺は向こうを探索する。さすがにあそこは安全だろ。あの柵硬いからな、壊すのに時間かかるだろうから。で、クソ張り付かせて。あ、待った、大丈夫か。オッケー、油断するな。で、ロックオン機能を使って、ちょっとここ怖えな。今いきなり、やっぱそうだよね、いきなりパターンだ。オッケー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 。絶対に油断しない。で、これはキーピクミンでしか届きませんよ的なやつだね。キーピクミンゲッツ。あー、10匹必要なんだ。じゃあさっきのやつ連れ戻さないといけねえな。とりあえずこれ運ばせるか。なんて効率のいい完璧なあれなんだ。で、これさ、キーピクミンいるけど、結局オッチンで突撃してひっつけちゃえば動く間もなく死ぬよってことだ。つうかここまでじゃん。2層あるパターンだ。で、キーピクミンでぶっ壊して、あ、そういう感じなんだ。お前らパワー系だったんだな、そんな細身で。150ポイントだ、黒板消し。さあ2層いくぞ。あー、燃えてるね。こっから本番だ。キーピクミン、お、遭難者もいるね。あ、これは壊せるってことなの。壊すと火だまりが消えてキーピクミンも通れるようになるよってことか。なんか真ん中のやつだね。あれ敵じゃないよね。敵じゃないね。湧いてこないね。
かなり慎重に行きたいところだけど、まあここぐらいは壊しても大丈夫だろう。オッケーオッケーオッケー。食べ物系だ。これ位置が高いからキーピクミン全部投げておけば運んでくれるね。ちょっと怖いね。いきなりなんか出てきそうだから。あれ、待て待て、さつまいもだったのか今の。全然わからなかったけど、いや効率、この効率の良さよ。これがピクミンの楽しさなんだよな。いかにこう素早く安全に運ぶかっていう。ん、いやなんかおかしい。おい、目がついてる、目がついてるやついる。ちょっとおかしいね。これ一応裏から回っていこうか。あ、待て、多分こいつ空気でしょ。一気にさらって空気だろ。オッケー。でキービグミの事故もなくしたいから、ここを念のため破壊しておく。で一旦オッチェの突進で、いや待て、こいつ絶対炎だわ。なんかピリピリしてるもん。ってなってくると、赤ビグミン連打一旦な。あーやっぱそうだ。あーなるほど。え、ピカミン死んじゃったよね今。え、死んだよね今。今死んだよね。ピクミンが潰れた音がした。あ、死んでないか。ピクミン40匹できたんだよね。でキーピクミン10匹拾っ、10匹だよね。15匹拾った、15匹拾ったんだとしたらあれだな、死んでるわ5匹ぐらい。え、死んでたら普通にショックなんだけど。よーし、よくやったぞ。残りはまずそれを運べ。またキーピクミンいるね。さすがにもういないか。やべ、編集するときにさっきの敵の動きクソ見直しとこ。次もわからん殺しされたら気狂っちまうわ。こいつも遭難者か。普通の宇治星だって。花を咲かせることに異様なこだわりを持つ花や、珍しい花があるという噂を聞きつけ、危険を顧みず単身で未開の星へと向かった。まあ、イチゴとかってことか。やっぱり他にも遭難者がいましたね。しかも花屋さんが単身で。お、勇気ありすぎだろ花屋。何やってんだよこいつ。なんて無謀なことを。吉田マオッチン、遭難者を見つけ次第片っ端から救助してくれ。そもそもあの花屋がさ、自分の宇宙船を持ってこの未知の惑星に特攻できる、その星のシステムにも問題あるかもしんねえな。自由すぎる、あまりにも。パスポート取ってもらうことできるか。で、お願い。死んだのがさ、俺の勘違いであってほしい。犠牲者はいなかったよな。なんか俺がビビりすぎて幻聴聞こえただけだよな。キニーズ。第一の娘、つまみ食いクッキー。ああ、ドーナツだからってこと？宇宙船ショコラ号。悪夢イレーサー。親父の味。みんなのひこり。おい、ただの、あれだな、絵の具の黄色色に大層の名前がついたもんだ。ああ、死んでる！やっぱ死んだよな。もっと投げてゴリ押しで倒すべきだったのか、それとも一回引き戻すべきだったか。なに、びっくりした。もう今やばい、敏感になっちゃってるから。この建築物利用できそうだな。ビーグル号で資材を粘土に加工し建材に利用すれば完成させることも可能だろう。資材は使ってこそ初めて価値がある。消費を惜しむ必要はない。さあ建築物の前でピクミンオッチに指示を出すがいい。なるほど。あ、いるやん、やっぱもう怖いよ。敏感になってるよ。あ、なるほど。あいつらが勝手に粘土持ってきてくれるってことが待ってたら。うわーすごい。なんか一瞬敵かと思っちゃったよ俺。黒いから。おお。
隊だ。こいつら俺の軍なんだ。はいはいはい、粘土橋の建築完了ですよ。これで自由にオンライン往来できるだろう。早速渡ってみるがいい。お前広くなってきたな。怖えよ。お、花屋。あ、花屋じゃねえわ、こいつシュナイザーか。人だらけになっちゃうじゃん、こんなに増えていったらね。あ、レーダー機能が広がるのか。これで別マップ行けるようになったってことかな。これで遠くの救難信号もキャッチできますよ。早速調べてみますね。あ、また複数の救難信号を発見しました。はぐれた部員とキャプテンオニマーが見つかるといいですね。早速そのエリアを登録しておいてくれコリー。それよりコリー、あれベースキャンプと拡大は進んでるのかお前。休む暇ないぞお前は。なりきり探検隊シリーズコンプリート。コンプリートボーナス。へー、おや、この星型のメダルは何だ。同じシリーズのお宝が揃ったのが分かるよ。ラステルさんが鑑定 AI をいじってくれたんです。くく、どうしてのお宝の波動が共振することでキラキラエネルギーをさらに抽出できるのですよ。理屈は分からんがシリーズを揃えたくなってくるな。すごい、948も集まったんだけど今回。ああ、おい、名前見れなかった。